ジャンくんぽんちゃんおはよ今8時ちょっと前ですが、これから8時半になったら黒犬父ちゃんは病院です。いや、こっちに住むようになってからおおむね健康なんですが、最近ちょっと膝痛いな。それとどうだろう、花粉症なのかわからないけど、ダストなんとかかもしれないんだけど、くしゃみね、ムズムズはするね。このエリアは意外と花粉がたまりやすいんだそうです。お盆じゃねえ、盆地。なんかすごい音がいっぱいになったけど。これ時間、あ、病院だよってこと？そうじゃない？あ、そうか。カレンダーに入れてると鳴るの。カレンダー。便利は便利なんだけど、よくわからない機能が先になるようです。では行ってきますよ。はい、ジャン君、こっち向いて。ジャン君、はい、ポンちゃん、行ってきます。今8時半のちょっと前ぐらいですかね。病院の、入り口付近にいます。1年ぐらい引っ越して、経った。1年以上ですね。夏に来たんだからもう1年とちょっと2ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらい経ちました。仕事はですね、まだこちらでの仕事は発生していませんが、東京時代の、クライアントが、一応今でも、仕事をくれて、少しだけ働けています。こういう地方都市に住みながらですね、仕事ができるというこう未来図の、第一歩の方なのかなと思うんですが、これからもっとそういうところを深めていきたいと思います。それよりも何よりもですね、こういう環境、こういう、山のある風景ですね、こういうところで働けているということが、少し実感できるようにですね、もう少しこの辺歩いたりとかしようかなという感じです。今診察を終えました。そうね、今日は少しルートを変えて帰ってみようかな。この緩やかな坂を登って降りていく感じにします。街をね、散策するチャンスだもんね。家にずっといるので、病院に行った帰りくらいはちょっと遠回りをしてみようと思います。ジングルベール、ジングルベール。すごい怒ってます。危険です。何すんだよってなってますでね。もマフラーあったかくない？ジャン君。ちょっと早いですけど、11月なのでまだまだ早いんですが。買ったからつけてみた。あら、いいじゃん、ぽんちゃん。ぽんちゃんもつける？ぽんちゃんもつけてみる？ぽんちゃん、これについてたんだよ。ぽんちゃん、ちょっとあんずちゃんみたいな。ポンちゃんも似合いそうだよ。じゃあぽんちゃんにも買ってこよう。おしゃれ買ってこよう。ぽんちゃんつけてくれる？